陸側から見たタージマハルホテル海側から見たタージマハルホテルタージマハルホテルはインドの港湾都市ムンバイにあるインドを代表する高級ホテルであるムンバイ港の古くからの中心地に位置し海に面してパレス胸とタワー胸が立っている隣にはムンバイのシンボルでもあるインド門がある客室数は565でうちスイートは46室 タタグループにより保有されている。伝えられるところでは、インドの近代工業の父でタタグループの創始者でも、あるジャムシェトジータ,タは、ムンバイの当時最大のホテルだったワトソンズホテルに入ろうとして、白人専用であることを理由に宿泊を断られ、これに怒ってもっと豪華なホテルをインド人の手で築こうとしたとされる。インド人建築家により、 西洋の新古典主義建築とインドの伝統の様式を混合した姿で設計され、建設には25万ポンドを投じた。1903年12月16日にタージマハル、ホテルは開業し、以来ムンバイ第一のホテルとなり、インドを訪問する世界の政治家、王公貴族、有名人らがこのホテルの客となった。1973年、隣のグリーンズホテルの跡地に、 高層のタワー棟が建てられ、現在に至っている。2008年11月26日のムンバイ、同時多発テロにおいて、テロリストに占領され、多数の客が殺害された。特殊部隊の投入により3日後に、ホテルは制圧されたが、館内は損傷し、パレス棟の最上階と屋根は、テロ直後に起こった火災で消失している。ホテルの海側のファザードは、竣工当時は利面であり、 20世紀後半に海側に玄関が移される前は陸側が正面であった。これには建築家が海側に向けて立つホテルの設計図を描いたにもかかわらず建設業者が勘違いして逆向きに立ててしまったという噂があるが実際のところは民族主義者であったオーナーのジャムセットジタタがイギリスの支配に反発しわざと海に背を向けてホテルを建てさせたという説。 単に馬車で来る客の利便のために、陸側の通りを正面にしたという説がある。ありがとうございます。